今回はこちらでございます。道頓堀クリスタルホテル。さあ外観はこんな感じです。そして街並みはこんな感じで、ちょっともう中華系の方がだいぶ増えてるような街になってます。さあそれでは入っていきたいと思います。すいません、ブッキングで予約してます、御塚と言います。はい、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 これ11時にしてもらおうといくら追加できるんですか。1時間は1500円になります。あ、わかりました。はい、はい、ありがとう。あ、すいません、ありがとう。はい、へー、アイス売ってんや。さあお部屋の方はですね、ベッドがちゃんとシングル2つになっておりまして、ちょっとおしゃれな間接照明がついてます。これがねケールマのこちら大きいと大きいと大きいと大きいですね。うん、こんな感じになってます。でこっちもちょっとねつけたりしてできるんですよ。うん、だからあの階段の1階と2階みたいなのがここでなってますね。で、コンセントは手元にコンセントと USB が2つ両方ともについてます。すごいな、広くないしなんか豪華さもないですけど、最低限のものはおしゃれに置いているみたいなね。はい、あとまあそこのあのこの椅子の奥にもコンセントがあって、そしてこの空気清浄機の裏にもコンセントがちゃんとあって、このコンセントが足元ライトがなんかついてますね。一緒にどこ押したか分かんない。ここかスイッチ、めっちゃアナログやった。で動きました、空気清浄機ね。はい、お、20時間いつまでも焼きたて本格ピザ、すごい。コンセントがですねこちらと、あとこの冷蔵庫の下にもありました。ここにも結構コンセント豊富ですね。ここにちゃんとこうね水回りもんが全部置いてあって、でここは何ビューかな、ガラ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 。あれ最近都会のホテルはビューなしやな。はい、何にもないです。扉ベッド、これはすごいですね。ある意味扉ベッドはね、はい、うん、おお、まあ、別に普通ですね。うん、あれお風呂ちょっと広いね。これちょっとゆっくり入ろうかなと思うね。お風呂はちょっと広いめです。はい、お、シャワーはなんかちょっと高いシャワーヘッド打ってただけあって、ちょっと変わったシャワーヘッド打ってますね。はい、あ、お風呂にちょっと力入れてるのかな。シャンプーとかリンスとかのちょっとええ感じのがシャンプーコンディショナー、お風呂なんか綺麗、うん、いい感じです。トイレがこんな感じですね。トイレの扉はないと、まあ、やんか。でもレモンがここに直接っていう感じです。うん、お部屋はまあこんな感じかな。これね一応全部2人やのにここだけ1人でかけるんですね。なんか面白いなそれが。はい、お部屋はこんな感じでございます。それではちょっとこれで行きましょう。部屋のトップに行ってみます。薄暗い、
そうそう、この辺ちょっと外国情緒あふれる感じですね。先生、昔なんかこの辺に韓国料理屋があってよう来たな。近くにコンビニがないのかな、中華屋さんでかも。東北の家楽、ビール380円。でご飯食べてる、中華風やな。あ、ここやここや、ここも来とったの、たまに。あ、ローソンがあった、あれが一番近いローソンかな。どんぶりアバー、感じのホテルやな。へえ。新鮮橋名古屋やって。そのローソンが一番近いですけど、そのローソンの裏すぐ道頓堀ですね。あ、カフェがある。道頓堀、道頓プラ、プラザ。中国人がいっぱい住んでるのも中国人ですね。なんか外国人を受け入れやすい町なんでしょうね。中華の鉄鍋の。ふわ。何これ？ホテル？あ、下にあるところか。入りに行く。バーベキューって書いてある。ローストチキン、疲れた。よし。今日も店長はね、体調悪い言うて来られへんかったからコースを変えといたんですよ。ミニオフのコース、ちょっと肉だろうとしてきたんで疲れた、いっぱい飲んでますと。おはようございます。今日はねちょっと曇りですけども、行きましょう。ありがとう。すいません、ありがとう。はい、ありがとうございました。はい、ということで、道頓堀クリスタルホテルに泊まってまいりました。はい、こんな感じです。